今日はずっとうなってるね。新たなリサもゆうこ様、本日もポチッとありがとうございます。ということでね、本日は愚痴を聞いてほしいんです。ということで、もう人生生きてたらいろいろあるけどさ、もうなんかうまくいかないよね、本当に全くもって。ということで、まずはね、まあ本当になんかもうずっとずっと話したかったんだけど、私ね、携帯さ、もう本当携帯落とすの、もうブケッカって感じで携帯落とすのね。だから携帯の画面をあのガラスにしてんの、ブルーライトにしたり、指紋がつかないやつだったり、いろいろあるじゃん、この携帯のカバーって。でも私は絶対的にガラスなんですよ。なぜかというと、落としまくるからね。で、結構な値段のやつとか買ってたわけ。2000円とか3000円とか買ってたんだけど、まあね、まあ高いわけじゃん。まあ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 高いじゃん、毎回買えてたら。で、100均のにしたわけさ。100均にもあんじゃんと思って、100均でいいじゃん、ガラスのあるあるあると思って貼りました。いい感じじゃんと思って、そしたら1週間もせずに落として、ひび割れます。でも最悪と思って、でまた100均行って買います。また落とすの、やばくない？で、もうひび割れんの。まあ、100均クオリティだからかもしれないんだけど、まあ、自分が悪いよね、普通に。そしたらさ、今日もまた落としたんや。もう最悪。今日も落として、今日はもうこのガラスじゃなくて、ここやった。なんで？しかもさらに体にちゃんとここもやりました。ちゃんとここ見えないかもだけど、どうして携帯落とすんだろう。もう大切なものなのにね。だから今日思ったの、もっともっと大切に使おうって。バカ誰が本当に。もう嫌なっちゃう、ごめんね。もう商売道具なのにさ、本当にさ、信じられないよね。大丈夫かな、こんな削れちゃって。平気かな。そしてこの間ね、あのひな祭りだったのよ。で、ひな祭りなんかせっかくだから、ちょっと地元のなんか買い物、地元のなんだ施設、地元のなんか近くの施設でめっちゃひな人形をなんか扱ってるところがあったよね。で、そこでさ、写真撮ろうよみたいな、ね、思い出になるし、ね、娘っちと一緒にね行ったのよ。うちのお父さんとね、お父さん仕事休みだったからね、孫と嫁じゃねえ、行きまして、じゃあさ、お父さんごめん、写真撮ってくれるみたいな。自分自撮りだとさ、ちょっと難しいじゃん。だから私とあの娘の撮ってくれるって撮ってもらったわけよ。で、ありがとうみたいな感じになって帰って、じゃあ写真見ようかなって思って、写真がこちら。え、どういうこと、どういうことなの。すみませんけど、どういうこと。本当にごめんけど、どういうこと。信じられる？ね、お父さん私のこと見てないってことじゃん。笑えないよね、マジで。お父さん私のこと見てなくない？ウォーウォーだよ。思わない？いや、切れすぎじゃない？さすがに切れすぎだ。なんか中途半端に切れすぎじゃない？もうね、ごめんけど、なんかここまで行ったら笑えなかった。笑ってほしいですけど。ここって、こことここ。もうね、本当にいい加減にしやーって。感じなんです。もう本当にショックだった。文句言おうかと思った。次の口はね、それで、あのなんか気になるたい焼き屋さんに行ったんよ。でもたい焼き屋さんが、まあ、あって、ちょっと気になってたところがあったんですよね。あ、ここなんか人全然入ってないけど人全然入ってないけど、まあ、どんな味なのかなみたいな、あんまり知らない店舗だなみたいな感じで入ったのね。で、注文したんだけど、まぁ、ちょっと若干、ごめんね、若干、店員さんの態度が若干気になったんよ。若干店員さんの態度、気になったな、やる気ないな、みたいな感じで。ごめんなさい、やる気ない、あるかもしれないけど、やる気ないのかなーって思った店員さんだったのね。で、何がいいですかって言われたから、あ、じゃあ、ノーマルの、あと、あんこと、あとはチョコの味のやつって言って頼んだんですよ。で、頼んで、いや、だけど、もう、なんか明らかに、その辺に置いてるやつだったんだよ。あるじゃん、たこ焼きとかもさ、買うときにさ、いや、これ出来たてじゃないなみたいなのあるじゃん。でも、まあ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 、出来たてじゃないにしても、まあほんわかしたところに置いてあるみたいなね、感じだと思うじゃん。食べたらめっちゃ冷たかったんよ。これ苦情レベルなのか。でもこれ冷たいたい焼きかもしれない。冷たいたい焼き売る、え、これバカにしてるみたいな。どうする、みんなだったら。え、文句言う。みんなだったらどうすんの、この時。冷たいよ。あったかいとか、あの熱
熱々じゃなくてもいい、熱々じゃなくてもいいけど、でそのチョコだったから、あ、ワンチャンチョコだからね、チョコだからそのあんまり熱々だったらいけないのかなとか思うわけよ自分でね。もういい方向にいい方向に考えて、いい方向にいい方向に考えましてだったな、考えましてだな。あんこも買ったからそれを食べたんですよ。あんこ冷たいよね。え、私さ、たい焼きの冷たいの初めて食べたよね。初めて食べました。あんまりさ、マイナスなことばっか考えて最悪とか思ってると人生楽しくないから、なるべくその嫌なこととかちょっと悲しいなって思ったことをなるべくこうプラスプラスプラスに考えたかったので、あ、生地がもちもちで美味しいとか、チョコも冷たかったけどザクザクして美味しいとか、あんこもまあ、うん、まろやかで美味しいとか、もうすっごい考えて考えました。でね、こう何が届いたか、何が届いたかというと、こちら、じゃん、赤ちゃんの見守りのカメラを、あのね、頼みました。こちらもね、これよく見たことあるんじゃないかな、このセンサーね。寝返りさ、みんな打ってる打ってるみんな大人だった、ごめんなさい。あの寝返りをさ、打つ時期になったんですね、私の娘っちは。まだ打ってないんだけど、まだ打ってないんだけど、多分もうすぐ、もう1ヶ月もしないうち打つんじゃないかなみたいな感じで、やっぱ寝返り打つと、あのもうずっと見てないと危ないよってみんなに言われたのね。あ、そうなんだみたいな感じで、もうちょっとね、命の危険がかかってるからさ、っていうので、こちら、じゃん、気になったので、はい、っていう感じで設置完了です。簡単、マジ簡単、あと電池入れて完了。こうポチッと押すと電源切れて、ポチッと押したら、あ、多くなります。安全ね。これからナータンちゃんは寝返りしたりとかするしね、全く動かないってことが、まあ、ないとは思うけど、可能性はゼロではないのでね、赤ちゃんの安全性を守るためにも、こちらつけました。よろしくお願いね。もしかして私のために怒ってくれてる、代わりに。ということで、皆様本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。ではバイバイ。